方のパターンはもうこの3つをしっかり理解できれば問題ないです。声を出して発音することが一番大事なので、恥ずかしがらずに思い切って発音しましょう。大家好我是阿波蓮、皆さんこんにちは、ハレンです。今日は成長変化について完全にマスターしていきましょう。中国語の成長変化というのは元々の成長から変化することを指します。じゃあなんで変化しているのかというと、単語や文章を読む際にもっと発音しやすくなるようにしたからなんですね。成長変化に入る前、基本的な4つの成長と形成をもう一回練習していきたいと思います。そして形成についてもっと練習したい方はこちらの動画を見てください。では練習していきましょう。まずは一声と形成、まあを使って練習します。まあ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 。二声形成、まあ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 。三声形成、まあ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 。四声形成、まあ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 。はい、OK です。では本題の成長変化を見ていきましょう。成長変化のパターンはもうこの3つをしっかり理解できれば問題ないです。はい、それは1、3声の連続、2、ポーについて、3、イーについてです。ではまずはパターン1、三声の連続する場合の成長変化です。三声はまあというように発音するんですが、連続すると成長が変化してしまうんです。まずは三声と三声と単語があったら、読むときは前の三声が二声に変化して二声三声になるんです。こちらの図のように選挙、選举、三声三声が読むときには二声三声、選举と読むと綺麗な音になりますね。では単語を6個練習していきましょう。こんにちは、你好、你好。祖母、祖母、祖母。果物、水果、水果。傘、雨伞、雨伞。永遠、永遠、永遠。いいよ、できる。可以、可以。はい、完璧です。できましたか？じゃあ次は三声の発音が3つ連続した場合も見てみましょう。結論から言うと、三声、三声、三声が二声、二声、三声で読むようにしましょう。例えば、我很好。これは私はすごくいいという意味ですね。我很好となります。はい、じゃあここでも4つ練習していきましょう。あなた、手を洗って。你洗手。腕時計を探す。找手表。とても素晴らしい。很美好。果物を買う。买水果。はい、これもできましたか？じゃあ最後は三声が4つ連続した場合も見てみましょう。教科書などには三声、三声、三声、三声と来たら2個ずつ区切って二声、三声、二声、三声で読むようにと書いてあることが多いんですが、これだとうまくいかない時があるので、第三声が4つ連続してたり4つ以上連続していたら意味で区切って考えてほしいです。例えば、私はペンを買いたい。我想买笔を区切って読むと、私したいんだって区切ってペンを買う。そうすると、我想买笔になりますね。はい、他にも4つ練習しましょう。私は腕時計持ってます。これも区切ると、私ある腕時計で区切ります。我有手表。次に、私ちょっと寒い。我有点冷。この場合は2個で区切ると変な感じになってしまいますよね。なので、基本は文章の意味で区切っていきましょう。私ちょっと寒い。我
有点冷。はい。このように、有点冷は、三声三声三声なので、二声二声三声で読んであげるとスムーズですね。はい。次に、あなたが果物買って、に、まい、水果。このように意味で区切ります。次に、アンティークのペンを買うとなると、買うを先に言って、アンティークのペンとなるので、まい、古董、B、このように発音するとスムーズです。はい、今まで3声の連続で悩んでる皆さん、なんとなく理解できましたか？はい、あとはどんどん文章に触れて慣れていきましょう。続いて、成長変化のパターン2、ぷについてです。ぷは4声の単語なんですが、後ろに自分と同じ4声が来たら、ぷは4声ではいられなくて、2声に変化します。一緒に単語を見てみましょう。まずは、ぷが4声のままの時の例ですね。多くない、ぷ多。言わない、ぷ说。できない、ぷ能。少なくない、不少。次に、不が2声に変わる時の例ですね。不要、あ、いらない、不要。足りない、不够。見ない、不看。何々ではない、不是。はい、続いて成長変化のパターン3、イーについてです。イーも基本は4声、イーで覚えちゃいましょう。考え方は、ぷーと同じで、後ろに4声が来たら、イーは2声のイーに変わります。例えば、イーやん、イーわん。それ以外で後ろが1声、2声、3声であれば、そのままの4声のイで OK です。一边、一回、一点ですね。もう一つは、後ろに何も続かないとき、順番を数えるときは、イの1声のままで OK です。例えば、トン、イ、ディ、イ、ク。はい、そしてもう一個は、イーの後ろに形声が来た時の発音ですね。結音から言うと、イーグと発音します。形声完全攻略の動画でも説明しましたが、もう一回復習してみましょう。グというのは、形声で表記されることが多いですね。でも、ネイティブの人にゆっくり読んでもらうと、イーグ本来の声調である第4声で読まれるんです。なのでイーは2声で発音していきます。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。これで声調変化の3つのパターンについては完璧です。皆さん、今頭の中はパニック状態ですか？はい、わかります。一気にたくさんのことを言われると覚えるのが大変なんですよね。成長変化はすごく大事な部分になるので、ぜひ繰り返しゆっくり何回も何回もこの動画を見返してほしいです。発音は命なので、一緒にマスターしましょう。成長変化の知識は今日でしっかり身についたと思うので、あとはたくさん単語やフレーズ、文章を読んで慣れていくようにしていきましょう。声を出して発音することが一番大事なので、恥ずかしがらずに思い切って発音しましょう。はい、もっと中国語上達させたい方は、概要欄からの LINE を登録すると7日間の無料コーチング講座の受講ができます。本気で中国語と向き合うことができましたとか、自分の上達しない原因が分かりました、またはアハレンさんの勉強法を試したらすごく良かったなど、かなり好評の講座なので、ぜひ参加してみてください。はい、では最後にこのリスニングを聞き、取ってみてください。勇气不可失，信心不可无。世间没有不能与无能的事，只怕不肯。はい、またいつものアハレの近況報告の時間になりました。毎回近況報告はドラえもんか猫ちゃんか食べ物のことしか言ってないと思うんですけど、今日は食べ物についてお伝えしたいと思います。最近めちゃくちゃ麺にハマっていて、特に冷やし中華、意外と大人になってから食べてないなと思って、たまたま買ったのがすっごい美味しくて、もうそっからほぼ毎日食べてます。はい、冷やし中華そしてあと蕎麦もハマってます。蕎麦あとはアハレを
をよく知っている人間であればお酒が好きっていうのを多分皆さん分かってると思うので、おつまみとして最高にうまいなと思うのを2つ紹介したいと思います。これです。ちょっと贅沢なチータラです。カマーベール入りチーズ生包み、はい、これめちゃくちゃ好きです。これが大好きです。でもう一個はこれです。生姜のおつまみです。これはめちゃくちゃもうお酒とぴったりなんです。なので皆さんも見かけた皆さんも見かけたらぜひ買ってみてください。好，那谢谢大家，我们下次再见吧。何々ではない。不是。